このカップラーメン何で作ったでしょう。行きましょう。どうでしょう、ナルト。ナルト、モチです。はい、というわけでですね、はい、以前やりましたこのお米何で炊いたでしょうに引き続きそのシリーズでございます。今回はですね、こちらのカップラーメンを水以外の液体で作ってきますので、その液体が何かを当ててもらうというクイズでございます。はいはいはい。でですね、まあジュースなんかはそのまま使いますけれども、前回の反省を生かしまして、まあ調味料とかは純度 100% それでいくと死んじゃうので、水で薄めます。おお、優しい。だいたいまあ半分ぐらいの割合にしようかなと思っておりますので、まあうわーみたいなのならないかなって思ってますね。今回まあ全5問ありますので、ぜひ頑張ってもらえたらいいなと思います。罰ゲームを考えましょう。あ、この動画が上がってから2週間ラーメン禁止にしましょう。いやーきついぞマジできつい。ラーメンはきつい。あー終わった本当にきついね。ここはまあ最悪いいとしてさ、どうせラーメンヘビーユーザーだから、やばい、あれ食べるラーメンをちょっと2週間禁止にしましょうというわけで今回はこのラーメン何で作ったでしょうクイズです。やっていきましょう。わーい。ちなみにですね、このラーメンに入ってるものはもうスープ火薬のみです。でこれも入れます。あ、なんでまあ醤油ラーメンベースなのはちょっと覚えておいてください。はい、目をつぶってください。はい、1問目はこちらでございます。どうぞ。開けていいですか。はい。これ匂いは嗅いでいい。あ、全然どうぞ。なんだこれ。嗅いだことある匂いなはず。ああ、ちゃんと要素は残ってますね。なんだこれは。マジで分からん。じゃあ乗せから。僕は匂い嗅いだ時に焼きそばみたいな匂いしたんで、純粋にソースで。ああ。僕もなんかちょっとそうね、似たような感じだけど、お好み焼きとかにかけてるようなお好みソース。うん。おお、全然違うわ。いいですか。どうぞ。ドクターペッパー。俺食べたことあるんだけど、ドクターペッパーで、こんな味だったんだよね。マジか。待って、これ経験した。うわ、なんかこの臭さ。いや、違う違う違う、合ってるか分かんないけど、ほんのりそんな味がしたんだよね。正解はコーラです。惜しい。マジか。でもやっぱそれじゃなかった。若干そんな感じしたもん、なんかコーラが熱されるとそうなるのよ。全然匂いしないけど。2問目はこちらでございます。うわ待って、これ、あ、なにこれ、待って、俺これ匂いでわかるかもしんない。嗅いだことある。うわ待って、やばい匂いする。いや、わかんだよるけど出てこないんだよな。そう、そうなんだよ。匂いで当てたくない。あ、わかったわかったこれ、ワンちゃん美味しい説あると思ってるんですよ、実は。あ、なんか車酔いしてきた。なんで乗ってねえだろ無理だ。できましたか。はい。うまくね。まあでも割とここら辺で正解しといた方がね、2週間ラーメン禁止結構きついと思うん で芋も食えない、ラーメンも食えない、何食えるんだって話になっちゃうんだね。芋ラーメン食えないじゃん芋ラーメンなんかねじゃあもっちくんから順番に。ファンタ。はいはいはい。あー、溶かしたグミ液体だ。そうだな。それもさ、液体だ。前回の動画でも同じくだりやんなかった。そうなんだよね。グミ好きすぎなんだよ。甘いんだ、だって。もう俺はね、答えが分かりました。ソルティーライチです。この匂いだった、確かに。絶対に匂いはソルティーライチだ。これだ。正解は、ソルティーライチです。よーいしょー。それで1ポイント。それはすごい。一番ラーメン禁止になってほしいやつなのにラーメンだけは食っちゃう。3つ目はうわやばこちらでございます。これ俺試しに食べたんですけど、はい、あ、美味しかったです。これは別にまずくないよ多分。なるほど。舌がピリピリしないなね、する。お書きください。まあ、これは正直まあドンピシャはちょっとなって思うんで、まあ、のニュアンスが合ってれば正解にします。じゃあカイト君。タバスコ。はあ、はいはいはい。のせ。豆板醤です。おお、もちキムチ鍋の素。おお、すごい。それぞれ考察をちょっとある人は。はい、僕はですね、もう匂いでもうビビッと豆板醤だなって思ったんですよ。で食べたら案の定辛かったんですよ。もうなんで豆板醤一択かなと。
でもタバスコはなんか酸っぱさはなくなかった。でもなんかさ、なんだっけ、ほらタバスコってなんかちょっと酸っぱい要素のさ、お酢とか入れると辛いのがちょっとまろやかになるよみたいなんじゃん。うん、何言ってんの。何言ってんの。じゃあ関係ある。だからそれでちょっと飛んだのかなっていう。お酢入ってなくない。どういうこと。どこよ。タバスコだったらその酸っぱい要素が飛んじゃったのかなっていう。全然わかんない、いやまあ僕は普通に辛いからもうなんか何も出てこなかったんでこれだけです。特に考察はないです。正解はキムチ鍋の素です。すごい。嘘でしょ。すごい。そんなことある。1ポイント。よっしゃ。そしてキムチ鍋の素って豆板醤入ってるんですよ。うわマジかよ。 0.5。 よいしょ。ぼっちマジですやばい。マジ。キムチ鍋の素はあの書いてある分量で薄めて沸騰させて入れました。うわすごい。2ポイントぐらい欲しい。あ、まあ、4問目はこちらでございます。え、俺これ分かったかも。もうすごい。あーはい、俺が分かんないだけなのかな。もう食べてください。はい、髪切ったら死刑だ。もう多分これは分かりました。こんなに、うん、俺は全く分かんない。ちなみにえ、俺こんなに言って外したらすっごい恥ずかしいじゃん。分かりました。あ、これさ明確に書いた方がいいよね。明確にお願いします。あーできましたか。はい、じゃあもっちくん、カルボナーラの素。おぉ、そっちか。カイト、やってしまった。あのクリームシチューこう溶かしたやつ。あ、はいはいはい。僕もシチューですね。おぉ、やばい。いやでも俺ね、カルボナーラって言われたらすっげえカルボナーラだよ。それだ。正解は牛乳です。よぎったんだよな、それも。でも全部牛乳系の料理だもん。そう、あれだよね。一回よぎったよね。よぎんなかった。ちょっと俺もよぎって、でもなんかミルク系だなっていうのは分かった。牛乳よぎったんだよな。え、味的にこれだったってこと。味はこれだった、俺は。俺はシチューに感じた。じゃああれじゃない、醤油のその、なんていうの、粉、うん、と牛乳を掛け合わせるとこうなんじゃない。カルボナーラとかシチューの味になるみたいな。そうそうそう。最終問題こちらでございます。どうぞ。え、なんかちょっと濃くね、色。うんこか。最終問題、そうだな、最終問題だった。前回やばかったんだよな、最終問題。うんこではありません。え、わかんない。よかった。うんこではありませんってやばくね、こいつ。わかんないぞ。じゃあおしっこが。おしっこです。え、嘘だよ。うわ感想なし。いや、しょっぱい。とにかく濃い。じゃあ、のせくん。醤油。はい、と。醤油。醤油。おっと。何しよう。もうね、醤油ラーメンの味がして。うん。あからさまに醤油ラーメンに醤油を足したような味がした。それだ。正解は醤油です。やばーい。よっしゃー。でさーねー。全員1ポイント。よいしょー。ってことは回答、2週間ラーメン禁止でございます。